はい、どうも山田るです。はい、というわけで今回ですね、雑魚的嫌いな雑魚的ランキングトップ5をね、私なりに個人的にね、作ってきましたので、ぜひ見ていってください。あのね、まあ、雑魚的と、まあ、ボス的がいる、まあ、エリートもいるんですけど、なんかボスだったらさ、なんか負けても負けたけど、まあ、ボスだしなっていう気持ちになるじゃないですか。だけどさ、雑魚戦でさ、あの自利品で負けるっていう、あの一番鬱陶しいパターンあるじゃないですか。あれが俺は一番嫌いなんですよ。その中で、まあ、いや、こいつ鬱陶しいなと、こいつ許せねえなというやつ5体、考えてきましたので、ぜひ見ててください。そして共感した人は高評価をよろしくお願いします。というわけで早速いきたいんですけど、ちょっとね、あの雑魚的ね、名前が分かんないんで、まあ、名称っていうか、なんかその見た目で言いますね。見た目で、はい。じゃあまず第5位、ポリスですね。あのゾンビポリスみたいなやつ、まあ、画像ポンって出てると思うんですけど、こいつ、俺こいつ5番目なんですよ。こいつ嫌いで、まあ、なんでかっていうと、まあ、嫌いな理由が2つあって、まあ、まず1個が、まあ、そいつの攻撃手段が、まあ、鉄砲系なんですよ。銃弾系で、俺嫌いなんですよね。まあ、ガーディアンとか破壊の力で、まあ、完封はできるんで、まあ、そこはいいんですけど、もう一個あって、その、こいつ倒すと、なんか、爆弾投げてくるんですよ。爆弾みたいなやつを。それがね、嫌だ。最後の悪あがき的な感じで、なんかボム投げてくるんですよ。まあ、ただ、そんなに威力がないんで、まあ、まだ許せるんだけど、なんかムカつくなっていう感じ。うわ、こいつ、うざって感じですね。はい。まあ、これが第5位です。はい、続いて第4位。第4位はね、これもね、ちょっとね、あの、ほんと、ザ見た目のままなんですけど、まあ、銃弾のロボ。銃弾のロボが、嫌いです。はい。まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、銃弾系の攻撃をしてくる雑魚的は、もう、無理なんで、僕は。普通に無理ですね。で、なんかね、なんかしらなんか見た目がちょっと鬱陶しいんですよね。なんか、お前こんといてって感じの、なんか、気持ち的になんか嫌になる感じ。うん。それちょっとね、ポリスよりきついですね。ゾンビポリスよりちょっとなんか見た目が無理です。続いて、第3位。第3位はですね、またまたロボットなんですけど、はい。まあ、ポンって出てると思うんですけど、こちらですね。何がムカつくのかというとですね、まあ、こいつ多分ね、あの特別行動とか、デイリーチャレンジとかで、ね、よく出てくると思うんですよ。あんまりメインチャプター系じゃあんま出てこないと思うんですけど、まあ、特別行動で多いかな。うん。あの3000体倒す系でよく出てくるんですけど、あのね、こいつの嫌なところはね、動かないじゃないですか。動かないから、敵が侵入してこないんですよ。まあ、それはね、良くもあり悪くもあるんですけど、遠くて経験値取りいけないんですよね。経験値、遠いから、歩いてくる雑魚敵も入ってこれないし、っていう状況に陥るんですよ。まあ、良くも悪くもって感じなんですけど、それ雑魚敵寄ってきてほしいんですよね。特別行動の場合、3000体倒せるの時はね、特に。それがムカつくのと、あいつの、こいつの攻撃、防げないのよ。防げない系の攻撃してくるので、どうしようもないから、で、しかも遠距離系だから、結構。で、6方向に結構なんかレーザーみたいなの払ってくるんで、なんか集団で来られるとちょっときついんですよね。結構ダメージ食らっちゃうんで、たまに死ぬ、それで。なので、ね、このロボットくん。このロボットも嫌いです。これ第3位。続いて第2位。まあ、こっからはね、1位、2位はね、またみんな本当に嫌いだと思う。第2位、僕はですね、青トカゲくんです。はい。まあ、トカゲくんです。とりあえず。ま、特に青ですね。青色がもうほんと気に食わなくて。まあ、なんでかって、もうみんなわかってると思う。もう炎がね、無理ないよ。炎が。もう炎がね、どう頑張っても無理なのよ。で、なんか知らんけど、耐久力高いし、こいつ。多分ね、1位に上げてくる人もいると思う。青トカゲに関しては。このトカゲくんね。しかもね、こいつ、どのチャプターにもいんのよ。大体こいつ、どのチャプターにもいるし、どこにでも出てくるから。余計鬱陶しいんだよね、ちゃんと。デイリーチャレンジとかの、狭いステージとかでこいつ出てくるとね、もう無理なのよ、マジで。破壊の力でやっとなんとかできるラインだから、嫌い、みんな嫌いでしょ、これ。はい、まあ第2位でしたね。はい、そして栄えある第1位なんですけども、僕はね、1位は本当はね、青トカゲだった。
前まではでもここ最近に来てね1位がねこいつに上り詰めてきた。はい、クマです。クマくんです。こいつの何がやばいって、あの攻撃とかはねいいんですよ。こいつはねあの遠距離攻撃とか変な攻撃してこないんですよ。もう単純な物量と体当たり、物量と体当たりでこいつゴリ押してくんのよマジで。でこいつ体でかいから、一体分のその範囲が広いから、でワンサカワンサカワンサカ来るともう手に負えないんですよこいつマジで。いやこれ本当マジ、まあ、言っちゃえば脳筋ですよね。脳筋パワー型の脳筋プレイヤーですよ本当に。マジでねこいつが来るとね負けを考えてしまう本当に。こいつのせいでね、いやむしろこいつボスよりきついんじゃねえかって思うぐらいねやばい時あるから、あのまだねあの60とか50、60あたりのチャプターの人はねまだまだ多分平気、80あたり来るとね一気にワンサカ来るんで、あの50、60でも来るな、あ来る来る来るわ来るわ、50、60でも来るわ。でもやっぱりでもねやっぱ70、80あたりがねアホみたいに来るんで、あのまだそこまでいけてない人気をつけてください。クマやばいんで、クマの対処法は正直俺はもうあの破壊の力でしかできないと思ってるんで、破壊の力はねあの必須ですよ皆さん。まだそこまでいけてないでしょうね、まあ、という感じで僕の中のトップ5、雑魚敵の中でムカつく本当に腹が立つトップ5がこれだったんで、まあ、共感できた人はね本当に高評価チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、他にもねなんかいやこの雑魚敵決めいや無理だよと腹立ってしょうがねえっていう人いたらねコメント欄でぜひ教えてください。はい、というわけで、ご視聴ほどありがとうございました。さようなら、バイバイ。